ボランティア団体を里親に例えて、それで県が管理する道路を里子に例えて協定を結んで、それで沿道の方々と私たち道路管理者が互いに協力して沿道の美化活動を行っていくものでございます。里親認定書、平成27年2月26日、認定番号第4号、株式会社カワキンコアテック、道路と橋を守る会様。ありがとうございます。この里親の名に恥じぬよう、鬼怒川橋の清掃、除草などを通じまして、茨城県の美化に貢献してまいりたいと思っております。我々の工場がある近くの非常に重要な道路の管理ということで、責任を持ってやっていきたいと思っております。まずはこの美化ということで、清掃除草をはじめですね、きれいな、通る人が気持ちよくなるような橋道路にできればなと思っております。